皆さんこんにちは、ネコニラでございます。今日は川崎のウェアハウスクーロン城というゲームセンターに来てるんですけど、まあ、何をやりたいかというと WCCF プレイヤーがデッキケースを盗まれたらどうなるかっていうことをやりたいと思います。で、協力してくれるお三方、ヤマさんとナオさんとユウタくんで、まあ、リンネさんと KMR 店長のデッキケースをユウタくんが盗むふりをする。それに出くわしたら一体彼らはどういうリアクションをするのかっていう、まあ、動画を撮りたいということで、ゆうたくんが僕らが席離れている隙にもうデッキケースをごっそり持って帰ろうとします。それを目の当たりにしたリンネさんが一体はっなんだこいつはっていうリアクションをまず撮りたい。で、店長がそこに戻ってきてゆうたくんと対面した時に一体どういうリアクションを取るのか。こんなことやったことないんで、もう東海オンエアとかはじめ社長みたいなことで始めましたけど、それはちょっと、はい、よろしくお願いします。頑張りましょう。
バレた。バレた。迷子になった。